こんにちは、みゆです。はい、って感じで今日は桜の撮影、和歌山で桜の撮影にいつもの寺内さんと来させていただいてて、朝の7時今何時やったっけ、もう8時になったんか。朝っぱらからね、やっぱ人が多いから桜撮るのはそんなにやっぱ難しいみたい。見てください皆さん、こっちからの外観撮らなあかんやんね。ちょっと待って、あ、でもこんなことしてる場合ちゃう。いや、いいよいいよ、時間ない時間ない。和歌山のとこちょっと待って、紹介して。あ、今またええ感じですね。おー、最高最高ですね。寺内さん、寺内さん大興奮。もう青空最高。デラチさん、マジ青とピンクちゃうな。デラチさん大興奮。雨やったんですよ実は。それがこの晴れ。だって今日デラチさんのあの格好が、あといつもに増してガチ。ガチの格好されてはるから、さすがやっぱ朝早いのは全然話違いますね。全然違うよ。見てこの桜。興奮してる。ちょっと待って、ちょっと待って、桜吹雪、ちょっと待って。こちらのこの前ベビーカステラのおっちゃん仲良くなったんですけど、おっちゃんいるかな。おっちゃん、この前ありがとうございました。この前めっちゃ美味しかったです。ほんま、うん、ありがとうございました。今日撮影で来てかさせてもらって。撮影ですか。はい、どこで、どこで。あ、ここで分かりました。まだ帰り来ますね。頑張ってください。ありがとう。おっちゃん、かわいい。おっちゃん、もう絶対来て。うん、絶対。ありがとう。ありがとう。またね。ありがとう。ありがとう。あの、順調かわいいですよ。僕で、僕でやめて。今お母様で、はいはい、この位置、この位置最高なんですよ。あそこに行ってほしいんで。はい、ちゃんで、寺内さん。僕こっちから撮るんで、とりあえず、寺内さん、過去位置来てますね。ちょっと待って、めっちゃおる。え、これどっから上がれるんですか。これ、左の奥の。ちゃんで、寺内さん。寺内さん、過去位置のなんか、興奮ぶりで、もうびっくりしてる。そこが大好物なんですね。あ、そうなんですね。行かしてください。はいはいはい。はい、了解です、了解です。はい、任してください。右上がってもうて。え、あそこ、はい、あの、こっからそっち側から。ごめんなさい、ロッキーホースなんでこっちから行きます。映ってるかわからんけど、みんな。ちょ、待って。ちょ、靴下あげまーす。ちょ、靴下今日めっちゃ下がってくんねんけど、なんなんこれ。どこ、うわ、すごい桜。めっちゃ綺麗。行きますか、行きましょうか。うわー、落ちそう。ちょっと下がっていいですか。いいっす。はい、もう一回。はい、飛ぶめっちゃおもろい。いきますか。いいっす。せーの、はい、うわー、いきます。いいっす。せーの、はい、はい、帰ってください。てか桜マジちょうどちゃいます今日。みんな和歌山来てね。え、すごいな桜。ああああ、あのおばちゃんにピースしよう。やばいっす、超桜綺麗。 So beautiful. Wow, amazing. え、やばない。え、ちょっと待って、美しすぎる。桜の木漏れ日、さすが寺内さん、登ってくの早い。去年撮ってくれたチェキすぐ完売。完売っていうか友達。ちゃあ、ちょ、友達にあげただけやけど。完売。1枚500円でやる。もうタダでやっちゃいましたよ。ここちょっと手すりつけましょう。和歌山城さん。ちょ、なんで、ほんま危ないわ。こう行こう。危なーこれは普通に、あの、どの靴履いてても危ない。危ないね。うん。あ、待って、桜木漏れ日行ってる。屋台ね。え、取っときましょう、ほんま。どの言葉が好き。一本漬けっしょ、やっぱ。やっぱ、なんて言ったっても一本漬けっしょ。やば、オレンジジュース飲みたくなってきた。超喉渇いた。え、寺内さん、夜桜よりやっぱ昼桜しか好きですか。でも、ミーは夜桜もええよね。けど、夜桜で雨もええ。あ、逆にね、ほんまにそう。あ、待って、ほんま怖い。え、しゃべ、寺内怖い。いけます、いけます。オッケーオッケー。え、てか寺内さんにもこのロックインホース履いてほしい。このなんか軽やかさっていうか、なんですか、まあ今のミュウの階段の上り下り見てもらったら全然軽やかには感じないと思うんですけど。感じなかったけど、なんですか、歩いてる時の軽やかさ感じてほしい。うんうん、ここはあるよね。うん。え、待って、これもしかして運動会の場所取りみたいな感じですか。え、ガチですか。
もうどんどん増えてくる。ほんまに？こんなんもうあれ。え、これ運動会？今日もしかして。うわ、すごくないですか？あそこの陣取り。キングダムで言ったらあの大将軍がおるとこですね、あれ。ちょっと段があって、パーティーフロアになってるの。ああ、すごいわ。え、キングダム見てないですもんね。見てないですね。キングダム見てほしいな。寺内さん、どっかで今日オレンジジュース飲みましょうね。そうね。その辺、その辺。ちょっとバックして。ごめんなさい。大丈夫です。今日はいい天気ですね。かっこいいですね。ねえ、かっこいいですね。ありがとうございます。そんなそんな。ほらほら。あ、全然。どういうショットがいいですか？あ、かっこいい系。あれ、OK、OK。お父さんの足のポーズもめっちゃかっこいいね。取り方のポーズめっちゃかっこいい。はい、ありがとうございます。倒してください。お父さんのカメラ撮れるのが嬉しいな。こうちょっと、腰座っててめっちゃいい感じだった。ありがとうございます。カメラ。ありがとうございます。楽しんで。こんにちは。意思限界。ちょっとね、意思ちょっとね、やっぱスニーカーが一番いいですよね。わかるのわかるの。スニーカーが一番いいね。え、待って、ソックスなんですかそれ。かわいい、なに。これパキポディウム。パキポディウムグラキリスの靴下。なんですかパピク。何、植物の話ですか。そうそうそう、パキポディウム、ラガスタル原産のパキポディウムグラキリス。聞かんかったよかった、興奮されてる。いや、植物の話になるとあの興奮されるから、寺内さん。皆さん、ここがミュウの和歌山城。え、ミュウの和歌山城？あれ？天下取った？残り15分。え、残り15分、はい、ちょっと待って、寺内さん、ガイド？ガイドも入ってる。ここにちょっと、あの一服ティータイムして。オレンジ。え、でもさ、ここのオレンジジュース、あれでしょ。え、また、何何？ここのオレンジジュース何？また何？違う、ミュウが飲みたいのは、あの100。うん。じゃあでもほんまオレンジジュースだけは譲れませんよ。それは誰が何を言おうが。え、ここセモさワンチャンジョインとかありそうちゃいます。ここでジョインジュースあったミュウ完璧なんやけど。え、ミュウ今ジョインジュース飲めたミュウ世界変わる。え、ワンチャンジョインミュウのエナジードリンクやんな。うん、ミュウのジョイン。え、違う、和歌山の人しかわからんか。あ、待って、でも冷えてない。え、すいません、これって冷えてる方ってあったりします？あ、あります、あります。え、ガチ、うん、やった、オレンジジュース飲みたい。あ、そこになんや。あ、待って、あ、やった、飲みたい。300円になります。はい、え、もうオレンジジュース飲みたくて仕方ない。やった、オレンジジュース飲みたかった。これ美味しいですよね。すみません、お願いします。え、マジでこのオレンジ、え、これって和歌山だけじゃないですよね。全新幹線とかの中に売ってる。すいません。あ、はい、すいません、ありがとうございます。やったー。え、でも開演まで文字がないですか。開演まで開門やと思う。開演まで何時ですか。あと10分に やばい。でも10分でこれはもう飲み切っちゃうすぎる。え、待って、これほんま美味しいから。ほんま美味しいんですよ、ガチで。嬉しい。俺しかもストローくれた、助かる。しかも紙じゃない、嬉しい。めっちゃオレンジカラーの ね。あ、待って、匂いから美味しい。ここから美味しい。あ、やば。あ、もうないもん。え、限界。もう一本、もう一本いく。もう一本は、え、だってこれ 3,4 回で終わりですよ。え、ほんまうまい。もうないやん、悲しいな。ちょっと薄めたろ。いや、ダメ、あれですって。あ、ジンジャーエールと一緒ですって。薄めても美味しいかも。ダメ。あ、もう開演まで10分とかのレベルじゃなかったです。飲み終わっちゃった。1分ぐらい違う。うん、ほんまに後味までがうまい、たまらん。酸っぱさはない。なんか、そうですね、なんか心地よい酸っぱさ。いや、酸っぱくないです、全然酸っぱくない。ミリリットル180ぐらい。180です、すごい。なんで分かったんですか。いや、でも大体すげえ。180で300円やったら1回に飲む量は何円ですか。それは飲む。あ、そうか、じゃあ4回。みゆ多分4回ぐらいで終わっちゃったんですよ。スン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 、4回の180の300円。780円、1回780円、70円から80円。パカ、うん、高級ですね。高級。でもうまいわ。あ、まだちょっとあるわ。なんかね、このね、やった時の残像までがうまい。ごちそうさまでした。これどこに掘ったらいいの。超うまかった。ちょっと待って、綺麗すぎるんやけど。うわ、すごい、織田信長の世界や。いや、綺麗。ああ、そこか。あ、手振ってる。ちょっと狭いんか、すみません。ちょっと降ります、ごめんなさい。おっちゃん、
一緒にこれ撮ってもらおう。ありがとう、いいんですか。うん、撮れとろう。出てくる。ここの前で撮ろう。このチェキ、あの今現像してくれるから。うん、いいんですか。ちょっと、うん、これマスと一緒に、あ、ちょっと待って、あ、マスクいい。そのままでいい。はい、おちゃん、これね、うん、あの出てくるん、うん、知ってる。すごい。すごい。知ってる。絶対あるある。いいんですか、このまま。おちゃんもらって。嬉しいよ。今日も頑張って、おちゃん。え、いつまでも。今ね、カステラ、焼きたてあった。お前ももらったから。兄さん食べてほしい。あれ、いいお茶また。ちょうどビビビ。ちょうどビビビ。狙ったかのようにね、来て。もう絶対応援するさ。ありがとう。もう何でも言うてよ。ありがとう。だっていつもさ、なんか他のベビーカステラやったら家持って帰ったらもう食べへんかったりするけどね、冷めても美味しかった。ゆうちゃん、あの、うん、おじいちゃんとお母さん、大切にしたってな。うん、ほら、おっちゃん見て、うん、出てくる。あ、ほんまや。飾っといて。ありがとう、もう絶対飾っとく。うん、飾っといて。ちょっと待ってな。うん、ペイペイ、au ペイ、m ペイ、ミュー。これ多分ね、いい感じやで。ありがとう。こちらこそ、美味しかった。皆さんぜひ、ほんまに。もう撮影終わったんですか？うん、朝から。そう。またありがとう。これね、あの、めちゃめちゃ暑いだからね。うん、出来たてやんだ。ありがとう。みゆちゃん、絶対応援してるからね。ありがとう。おっちゃんも応援してます。何でうん、ありがとう。みんな連れててバックアップする。ありがとうございます。いただきます。ありがとう。お気に入りで頑張ってください。ありがとう。いただきます。ありがとう。いただきます。すいません。食べましょう。熱っ、やば、熱っ。どうだって、あ、やば、うまっ。うまいですね。維持になりません。うまっ、マジでカステラうまい。うわ、かわいい。こんにちは。あ、うさぎのおみくじ。あ、こんにちは。あ、いや、そんなことないですけど。全然全然、こちらも撮りたいと思ってたんで。ありがとうございます。あれだったんで。いつもありがとうございます。あ、すごい。全然全然、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。撮影させてもらってお願いします。ありがとうございます。はい、ぜひ。ありがとうございます。はい。うわ、すごい綺麗。うわ、何あれ。え、何そのお花。しかもミュウの今日の羽織と色めっちゃ合う。うわ、うわ、うわ、木やば。え、これ何。値上がり松なんですか。とりあえず、こんにちは。はい、オッケー。あざっす。お邪魔します。失礼します。やった。ちょうどいいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、わざわざありがとうございます。やった。ありがとう。こちらこそです。ミユは下から煽ってもいけてるからええわな。あ、よかったです。ありがとうございます。すごい、イエーイ。超素敵。うん、その辺でちょっと、うん、ローアングルに。これ何花ですか。紅花、時は万作。なんかさ、チリシで傷つけたみたいな花。チリシ、チリシっていうな。チリシを色染めて、あの一個一個切ってつけた花みたいな、いい意味で。うん、すみません、ありがとうございます。この桜なんか色綺麗。なんか普通の色より綺麗じゃいます、うん、この桜の色好き、ミユ。あ、ちょっと待って、ミユ、めっちゃやばい忘れ物してきました。あっちのとこに、石のとこにカメラのレンズ忘れてきてますわ。あ、そこ、うん、石と多分同化してるはずです。思い出してよかった。なんかどっかの石の上に、あれ置かんかったっけな。カメラの蓋を自分はこの石の上に置いて、どっか置いちゃった。カメラの蓋出てきて。うわ、いいわ。いただきます。え、ま、どうやって巻いたんすか。え、粗い。うん、甘いっすね。うん、待って、ご飯うまそうすぎる。ねえ、寺内さん、あれ食べてください。漬物。みんなここからごめんなさい。ごめんなさい。お疲れしますね。あ、うま。美味しいでしょ。うん、よかったよ。うまいです。ありがとうございます。ここの子がうま。和歌山の人。和歌山の人、どうぞ。ぜひ。え、めっちゃうまい。京都で食べたそばもうまかったんですよ。うん、超えちゃうかもな。なんかいつもやったらだしめっちゃつけたい派ですけど、全然
わかる。半分でいい、うん、渡し方さ無言で点火作れんの、ね、見ました、あの流れ作業、ありがとういう隙間も与えてくれやん、神社インスタしてるのもろいですね時代っすね、時代やん待ってシンプルさ考えて神社インスタしてんのおもろいよあーごちそうさまでした、ちょっと待ってテラスさん見てくださいね、あ見たんか、見たよ、あもう見たんか、うん、そうかばあちゃんさっき見せてたの、そうそう誰よりも先にやからね、うん、なんだ見てボタンか、じゃああんまあれやんシュール桜とシルバー合うな、ちょうど田舎ガールなんよいいやん、いい感じですか、いい感じだよ、戻さんといてよ、怖いなぁ、ウェイトレス歴ないやろ、ですか、ウェイトレス歴ないやろ、ないんですよミユがウェイトレス系やったらいっちゃ危ないんですよ、ミユでも飲食店で絶対働けないですよね、ミユ多分毎日ガラス割ってますよ、グラスかもう割りまくり、ミユグラスマジ毎日割ると思う、自慢じゃないけど、ちょっと白飛びしてんねんな、やっぱなんか多分どっちかの向きやと、ああそっちやったらいけるわ、こっちか、うん、ちょっと角度悪い、うん、その辺、これこっちは、うんうん、そっちもいける、うわー嬉しい、ケーキですあ、え、これもいいんですか、うん、ありがとうございます、あ、いっぱいや、ちょっと待って、このテープの上やめてってねテープの上、え、これ、ちょっと待って、写真撮るよ、ちょろ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 、結構重量があれやな、重いっしょ、重量として、ほんまにありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、イエーイありがとうございますよし帰ろう、すごい、 ありがとうございました、父さん。